いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。ということで今回はですね、まかまかグループがお世話になっている南下のお肉の平山さんの仕入れ先である小栗牧場さんにやってきております。お肉の平山さんと小栗牧場の小栗さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう早速なんですけど、すごいですね。お尻大きいですね。これは北和牛になるんですね。そうですね、黒毛の。はい。なんでまた北牛とはちょっとあれなんですけど、小栗さんとこ今1000頭ぐらい。そうですね、G1 1000頭、和牛だけで1000頭。あの小さい牛も見えるとか見るとか、うちで産ませるっていう牛もいるんで、はい、子牛から大きい成牛まで。もうこれはかなり大きいですよね。これも出荷が近い、だからもう10日ぐらいに出荷するような牛ですね。ここまで大きくなるのにどれぐらいかかったり。和牛は30ヶ月キープするっていう、はい、30ヶ月、2年と半年、2年半じゃあ愛情かけて育てられた牛がこちらの。そうですね。平山さん、やっぱり小栗さんとこの牛は違いますか？そうですね、実は高校の後輩になってて、ね、ああはい。でまあいろいろこう会話をしながらこう一緒に牛を育ててるっていうところが一番の、まあ、良さであって。なるほど。そのやっぱり生産者の方と直接の密なつながりがある。そうですね。なんでこう肉になった状態のやつってもう喋らないので、はい、まあ、どういう風な状態でこういう牛になったかっていうことがこうキャッチボールが会話としてできるので、はい、まあ、そういう関係性を保ちながらもうちょっと力つけて、まあ、いろいろとやっていこうかなとは思います。すごい。もうやっぱりいろんなこだわりが。シャギも先ほどちょっと画面外で伺ったんですけど、1箇所からじゃなくていろんなところから仕入れられる。そうですね、チタ牛の場合はこう、はい、言い悪いがすごい激しいので、はい、1つの生産者に絞っちゃうとどうしても悪くなった時にもこう買っていかないといけないっていうことがあるので、はい、まあ、そのあたりで、まあ、チタ牛に関してはいろんな生産者さんからこう買わせてもらえるようにして、でこう黒毛和牛、チタ和牛の方は、はい、まあ、彼と一緒に、まあ、育てながらやっている、やらせてもらってるっていうような形です。ものすごいこだわりを感じますね。そうですね。なんでこう血統とか、はい、いい国数とかも全部把握した上でこう出荷していただいてるので、はい、まあ、こうメスが欲しいよっていうと、まあ、メスを出してもらったりとか、あ、っていうこうコントロールができるっていうのも一つの強みとしてやらせてもらってるんで、はい、なるほど。この知多牛で響きとかホガレっていうブランドがあると思うんですけど、はい、あれはどういったものなんですか？まあ、いわゆる知多牛の響きっていうのが、はい、まあ、一般でよく目にするような、まあ、今大地くんのお店でも使っていただいているような、はい、こう交雑種っていう、はい、こういうプログラム牛と、はい、あと乳を絞るホルスタインを掛け合わせたハーフのような形の品種になってて、はい、知多和牛のホマレっていうのが、はい、こういうこの純粋な黒毛和牛。なるほど。というものの、まあ、そう名称になってます。じゃあその血統自体がもう違います。違うっていうことなんですね、はい、ああそうなんですね。やっぱりその両方にはどちらの良さもあるっていう感じですか？そうですね、まあ、黒毛和牛に関しては、まあ、全国で、まあ、有名な松坂牛とか飛騨牛とか、はい、あのようなクラスと、まあ、こう対等に渡り合えるような品種にはなってて、逆に知多牛っていうのはこう肉質自体はこうそこまで求めてるわけではないんだけど、まあ、価格がある程度収まってるっていうことで、まあ、こう皆さんが使いやすいというか、お買い求めやすいようなリーズナブルに美味しいお肉が食べられるのがやっぱり知多牛の、まあ、一番の強みかな。なるほど、はい、思います。飼育自体はそのあんまり変わらないんですね。品育の仕方は生産者さんそれぞれで、それぞれ。なるほど。本当になんか皆さんこうちょっと癖が強いんで。なるほど。小栗さんのそういうなんか飼育のこだわりっていうのをちょっともしあれば、餌とかありますか？そうですね、もう飼育期間に少しこだわってて、はい、他の人30ヶ月も飼わない方が多いんですけど、はい、30ヶ月以上はなるべく飼って、そっちの方がこううまくなるような話もよく聞くんで、で実際自分で見ててもそのしっかりと長い間ゆっくり育った牛の方が、まあ、美味しい傾向にあるのかなと思って、まあ、うちもそれに合わせた餌を設計して、まあ、ゆっくり長く飼うっていう。なるほど。彼実はこう見えて兄弟を出てそういう科学的な数値の分析をしながら、なんかこう年に1回ぐらい実験しながらとか、そういう数値管理のもとでこうキープをしてるので、まあ、科学的根拠が
一つあるようにしてシーツとしまう。いやすごい、もうなんか絶大なバランスですね、ここの信頼関係というか。いいですね。これからっていうのはもうここはでも結構広いし、何代目なんですか？僕でも2代目です。2代目ですか？これからまだなんて言うんでしょう、ビジネスとしてというかお仕事として大きくなっていくっていうところは、そう、まあ、だったりっていうのは、まあ、大きくするのもあれですよ、やっぱその、まあ、生産性だったり、はい、いいものを作っていくっていうところにも、うん、いいものをなくちゃいけないので、まあ、まずばっかじゃなくて、うん、その、あと、まあ、今だったらアニマルウェルフェアっていうのがこれから流行ってくると思うので、はい、そういうのにも気を向けつつ生産していきたいな。平山さんも2代、僕は3代目です。3代目の家業を平さんに継がれて、これからやっぱりもっともっと名古屋の方で下牛、下和牛広まっていくと、ね、下牛はまあね、大地区のお店もそうですし、いろんなお店で発信していただいて、ある程度こう認知も広まってきてるので、今度は、はい、まあ、彼と一緒に、はい、まあこう愛知県の中でもいい黒毛和牛いるんだよっていうことをみんなに発信もしながら、はい、逆に、そういうふうに認知をして、こう牛を高く買うことによって、はい、まあ、逆にこうやっていい牛を作ろうっていうモチベーションになるような、こう循環を、お客さんと生産者の間にちゃんと入って、はい、まあ、橋渡しができればいいなっていうふうに。その平山さんが小栗さんから受け取った橋を僕らがまた今度食べてもらう方にしっかり渡していかなきゃいけないと。そうですね、はい。ちょっと下和牛も気になりますね。近々一回入れてみてもいいですか？そうですね、年末これからちょっとあのすごい長く飼っていただいて、まあ、すごいちょっとマニアックなメス牛が購入させていただいてますので。あ、もう飼われてるんですか？はい、年末用に。へえ、すごいな。もうだから買う前にこの場所でどの牛を買うかっていうのもある程度見てる。そうですね、長く買ってほしいっていうことと、はい、まあ、黒毛和牛を使うなら、まあ、メスがいいっていうことで、あ、まあ、そのあたりで、指定をさせていただいて、あとはまあ彼にお任せして。長く買うとその分やっぱりコスト的なものがかかってくる。そうですね、まあ、餌代は月にかかってくるので、それがペイできるようにってもらってるんですけど、高く売るのが正しいわけじゃないですけど、物を評価してもらって、うんうん、まあ、正しい評価でっていうことを食べてもらって満足していただくっていうのを目指して、もうそういった生産者さんたちの思いを、そして平山さんみたいなお肉屋さんの思いも一緒にお客さんに届けていけたらいいかなと思います。中をもう少し見させていただいてもいいですか？そうそうそう、教室のところとか、はい、本当に広いですね。あっちも全部牛舎ですね。一周見ると1時間ぐらいかかる。一周1時間ここは何人ぐらいの方でお世話されてるんですか？正社員が、まあ、僕を含めないと4人いて、あとパートさんが2人。9人ってこの1周1時間のそうですね、1人150頭ぐらいの面倒。そうですね、大体ちょっと見れますね、本当は。うわ、そうなんですね。でも出産とかなったらもう夜も朝も関係ないじゃないですか。そうです、昨日も夜9時ぐらいに産んでたんで、ちょっと娘に行って、まあ、無事産んでくれてよかったんですけど、そういう毎日生き物が相手というか、イレギュラーなことも。そうですね、逃げたりしますからね。逃げることはなくて、逃げることってありますからね。それは今日撮りたいけど、ちょっと撮れないな、怖いな。こう、あの画面で多分あんま伝わってないと思うんだけど、めちゃめちゃでかいんですよ。牛ちょっと怖いですよね、平山さん。僕はもうこれから近くに行けないいつもこれ大体何キロぐらい？この辺、整体で800キロ。800キロ？ 800キロ。そう、せっかくこういういい和牛でも、はい、あの内臓系は個体識別番号がつかないんで、タンとか名乗れないんですね。そうですね、基本的には内臓っていうのは、はい、まあ、商標権という部分の問題だったりとか、はい、あと、まあ、必ずそのタンがこの牛ですよっていう証明ができないので、はい、まあ、基本的にはその内臓という部分に関しては、そういう下牛とか飛騨牛とかっていうことは、まあ、つけることが厳密に言うとできないっていうのが、まあ、本音というか、もうちょっと管理が今後進んでできるようになれば、まあ、
名乗れるようになってくるかもしれないんですけども、今のところそういったものをねブランド化していけるとこれだけ大切に買われてるんで、勉強になることばかりでした。ただ響きとこまでは僕何も知らなかったそうですね、なんかこう種類から違うんですね。まだなかなか浸透はしてないんですけど、まあ下和牛の生産に関してもここで9割ぐらい、こちらで、まあ、他のそうですね農家さんがあと1割ぐらい、結構農家さん、酪農家さんは知多半島全体だと思うんですけど、結構数もあるんですよ。あるんですかね。30件ぐらい。とってもとっても可愛いです。これが30件で2つとあの大きさです。こんなに大きくなるんですか。今こんなちっちゃいのに。すごい。日の生まれた子は。少し大きくなりました。どうですか。絶対力強いから。意外と夏とか。あ、そう。仙台ですね。あ、まだ出血しとんの？本当、まだ生まれて15時間ぐらいしかない。牛は生まれてすぐ立てるんですか？まあ、まあ、比較的すぐ立てる。1時間、2時間ぐらいで。あ、そうなんですね。へお母さんの何で本当の北牛の北牛の始めたのか、おじいさんが名付けたぐらいの。あ、そうなんですか。小栗さんのおじいさんが北牛っていう名前を、つけた。まあ昔は勢いがあった、うん、だけどまあ F1 の方が多いんで、しかも今三河牛っていうのもあるので、やってるんですね、はい、僕そっちの理事やってるんで何とも言えないんですよ。あ、そうなんですか県としては三河牛で売りたい。全体的に日本全国でもその F1 で有名な牛って結構いるんですか？上州牛とかですね。上州牛、上州牛は上州牛と上州和牛があって、 あとどこですかね、こういうブランドみたいなしてるとこは。分かるんですよ、なんとか牛って書いてあってもそれが F1 なのか和牛なのかってあんま言わないんで。なるほどなるほど、まあ、なんでちっちゃい牛も響きと誉れで分けてるっていう。和牛はおまけみたいな感じですね、ここの地域は。最近和牛をちょっとずつやってこうよって言ってやる生産者も増えてきましたね。今妊娠中。妊娠中なのかな。妊娠中だ。種付けは全部人間の手で行う。はい。発情があったら種付けも。うん。この辺はもう全部メスにして。まあついてるかついてないかは分かんないですけど。これはこの今生まれてる人のお兄ちゃんだったりお姉ちゃんたちが出荷されてる。なるほど。この産子はずっと産子でここにそうです、ね、いるっていう。こちらもお肉になるんで、はい、あの計算和牛なら安いんで、安いってなっちゃいます。ちょっと違うんですね、やっぱそれも。それもまたでも肉として食べられる。松坂牛、飛騨牛っていう名前が何頭か前に来てしまってますけど、やっぱりこれから下の和牛も下牛も負けない、ね、そういうブランドのところまで行きたいですね。ぜひチャンネル登録してこれからの地下牛見ていってください。まかまかに来た際は地下牛美味しいんで食べてください。あ、なごどもあるね、店長。はい、はい、最近ステーキ丼もよく出るんでね。そうですね、僕もあのパンダでデリバリーしてますね、ステーキ丼。はい、なんかでも牛見た後に今日戻って肉見るのちょっと複雑な心境なんだけどそんな感じで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。バイバイ。